皆さんどうもこんにちは、かけるでございます。おっと、最初から画面が斜めになってる。はい、ということで今日はね、1週間炭水化物抜き生活、まあ実際には減量の生活なんですけど、そちらの、生活が1週間終わりまして、8日目エキシビションマッチということでやっていきたいと思います。さあ行くぞ。ということでね、まずは鶏の胸肉でございます。こちらに卵1個入れていきます。ナツメグ、これは軽めに振って、で、パン粉、これはちょっと多めにしようかなと思っております。で、これで揉んでいきます。で、なんでボールじゃないんですかっていう話なんですけど、めんどくさいから簡単に言うとね、この後このバットを使って、ここにねお肉をちょっと並べて、ある程度こう調理をしていきたいんですけど、めんどくさいんですよ。そのこれも洗うのもめんどくさいし、ボールも洗うのもめんどくさい、だからこうしてますで、あと味付けもしないとね、忘れてた。味付けが塩コショウ、まず塩コショウ振ります。パラ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 、はい、結構入りました。片栗粉、ちょっと待って、開かない、片手を封じられている。このが入れる量が足りないと固めにくいけど、入れる量が少ないと、多いと、次食べた時の硬さが気になっちゃうんで、ちょっと難しいところではありますね、これ、こいつの配合量は。で、かけるもよく失敗するんで、気にせずに、まあ何回もやれば感覚でつかめるようになります。もう本当はね、やっぱりその入れる量とかをね、見た方がいいんだけど、めんどくさいので、楽しく料理しましょう。はい、まあ、こんなもんかな。もうちょっと入れてもいいかな。はいはい、もうちょっと入れよう。おやー、おやへいへいへい、あっ、 OK、 竹串ってね、箸でもいいかなと思ったけど、今日は竹串にしましょう。竹串にね、こう巻きつけていきたいんですよ。どうかな、どんぐらいならいけるかなって感じだけど、うわー、思ったより難しい思ったより難しいぞ、これこんな感じでいいかな。ちょっと一旦これで置きましょう。ブロックができました。とちょっと盗んできて、こっちからちょっと多いからね、盗んできて、こっちからもうちょっと盗んで、よし、まあこんな感じでブロックができましたということで、指にめちゃめちゃついとる。よし、そしたら豚バラの薄切り肉でーす。こいつをどんな感じかな、こんな感じか。よし、これをね、これ取れないんだよな、串持っただけじゃ。こう全体的に持ち上げて、こいつ巻きつけていきます。もうちょっとね、イメージとしてはね、お、来たのか、なんか汚ねえなよし、OK、こんな感じ、イメージはこんな感じ、うん、だいたいイメージ通りこんな感じでどんどん作っていきましょう。できました。一応ね、ちょっと汚いけど包めたので、これを焼いていきます。よし、じゃあ4本、最初に4本焼いていきます。よし、締めます。大葉ちゃんを3枚ぐらい切っていきます。忘れてた、お酒をこっちね、こっちに入れて軽く蒸し焼きにします。で、大葉ちゃんは細かく切っていきますね。まあ、ちょっと大きめでもいいかなっていう感じなので、これぐらいで今回は切っていきましょうか。切れてない、切れてないよ、待って待って、
4本は塩コショウで味付けしますね。あ、おう危ない。はい、蓋をさせて入れまーす。よし、みんな大好き焼肉のタレをぶっかけの、あ、なんかすごいドロドロしてる。思ってた液体と違う。返して、辛味を置いておく。で、蓋しまーす。ちょっとドロッとしてたんで、お酒追加しまーす。この塩のやつもね、仕上げていきましょう。大葉をぶっかけて、大葉をぶっかけのりごま、ごまを上からたっぷりぶっかけの、そしたら完成です。塩コショウの豚バラ巻き鶏つくね焼肉のタレ味です。それでは食べていきましょう。さあ行くぞ。いやー、絶景絶景、これはうまそう。ということで食べていきたいと思います。まずはね、やっぱりこの塩の方からね、いきましょう。持ち上げるとごまがペラ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 って落ちていく。いただきます。うんうん、こんな感じ。うんうんうん、うまい。大葉と塩コショウの感じ、フライパンで作ったんですけど、焼き鳥屋さんのつくねっていう感じの味がしますね。塩味のつくね、あれうまいよね。うまっ。うん、うまい。こんなうまくて太らないのはやばいよな。じゃ次、焼肉のタレ味、これも絶対うまいと思うのよ。いただきます。うまっ。これ、うん、あ、こっちは焼肉のタレなんで、お店っぽさはあんまりないですね。お店っぽさを出したかったら醤油とかみりんとかと、まあ生姜とかかな、を入れて作るとお店っぽくなったり、まあ味は自由に変えれるんですけど、焼肉のタレかけただけで、まあ焦げないようにお酒とか水で薄めて伸ばしながら、こう火をしっかり通すっていう作業が必要になりますけど、めっちゃうまいです。これ玉ねぎなんか入れても美味しいと思うな。自粛期間中って外食べに行けないんで、特に焼き鳥みたいな居酒屋はなかなか行けないと思うんですよ。だからこういう料理作って、あ、居酒屋行きてえな、もうちょっと頑張ろう、もうちょっと辛抱しようっていう風に思えるっていうのはかなりのプラスだと思いますね。ぜひやってみてください。それではバイバーイ。